おはようございます。行徳のザリガニ親父ことバイリンガル YouTuber の高野文雄が今日も皆様にコミュニケーション上の重要なポイントを一つプレゼンテーションさせていただきます。今日は2月は21日火曜日です。とても晴れた日ですが冷たい日です。昨日発信しましたナレッジマネジメントのお話ですが、なかなか評判が良かったのでもう一度補足させていただきます。今日はですね、暗黙知と形式知についてお話ししたいと思います。暗黙知というのはですね、職人の技とかですね、コツ、武術家で言えばですね、勝ちを接する瞬間のですね、技なんですよね。武術の場合は呼吸とか間合い、体重の移動なんかがポイントになりますが、そのようなですね、暗黙知を伝えるには手と手を取ってですね、体で教えなければならないんですよ。形式知というのはですね、マニュアルとか武術の場合は型を分解して説明するような、そういう指導書があるわけですけれども、そんなのはいくら読んでもですね、いくら眺めても伝わらないんですよ。武術の間合いとかですね、呼吸とかですね、力の移動なんですよね、体重の移動とか、そういったものをですね、マスターするにはやはり長年の師弟関係とか、あるいは長年の内弟子なんかやらないと伝わらない。はい、そのあたりについて今日もお話しいたします。ナレッジおよびスキルという言葉があります。ナレッジというのはですね、知識ですね、データとか情報です。ナレッジ。スキルというのはですね、成功裏に何事をか行うですね、技術です。職人の技とかですね、そういったもんですね。ナレッジとスキル、情報と技の違いについてお話ししたいと思います。これからの時代はですね、 IT の発達によってですね、ほとんどのナレッジ、情報が取れるようになりました。パソコンにこういう情報をくださいと入れればですね、立ちどころに出てきます。文章とかですね、バードを使えばですね、動画までつけてその情報がきちっと与えられます。しかしですね、ここが重要なんですよ。スキル、その情報を使ってですね、結果を出せるかどうかなんですよ。それは長年の熟練が必要なんですよね。職人で言えばですね、職人の技が身につく、年季が明けるにはですね、5年ないしは7年10年という長い技術が必要な場合もあります。これはですね、極意、技なんですよね。技を身につけるには IT 技術なんかを駆使してですね、情報をいくら取っても身につきません。というのはですね、読んでも見てもわからないんですよ。師匠なりについてですね、しっかりと手に手を取って落としてもらわないと。これがスキルなんですよね。今世の中はですね、スキルが結果を出すんですが、そのスキルを身につけた人だけがこれからは生き残れると思います。ナレッジはですね、いくらでもチャット GPT とかですね、バードで取れますが、スキルはゲットできません。例えばですね、一つ例を挙げて終わりにしましょうね。
私はまあ50年間空手やってますが、バーンとついた時にですね、スバーンとついた時にそれをバーンと避ける、力と力で避けられる領域はですね限られてます。どんなに強烈な攻撃であろうと蹴りであろうと、スッと避けるにはですね、全体の力を抜いて力をゼロにしてスッと避けた時、攻撃してきた人間はぶっ飛んじゃうんですよ。自分の力でぶっ飛んじゃうんですよ。それはいくら書き物とか指導書で書き物の人に伝えようと思ったって伝わりません。師匠の肌と肌、肉体と肉体をこう使ってですね、伝えなければ弟子には落ちません。これが極意であり技なんですよ。スッと無にしてですね、ゼロにしてスッと落とす、このような技をですね身につけた人を、まあ、達人とか言うんですけど、私は50年やってますが、まだ全然ゲットできてません。これがスキル、妙技なんですよね。またこの話は難しすぎるんで、またの機会に。さようなら。